じゃあ最後なので、次のライブが17日後、渋谷のキリストンカフェっていうちょっと大人な感じ？そうですね。大人な感じの、その名の通りちょっとあの教会チックな、カフェです。で、やります。カフェ？レストラン？そっかレストランです。ご飯が食べられます。美味しいきっとで、いやだって食べてないで、あと17日の次は19日、ヒッパーだね、秋葉原パゴダで、店長のシラックスの誕生日ウィークだっけ、そういうやつだっけ、全然関係ない違う、失礼します、もうごちゃ混ぜになってそう、秋葉原パゴダであります。その他もろもろはブログでいいわね、覚えてね、いっぱいありすぎて分かりません。ワンマンだけはね、しっかり押さえてもらいたい。そうなんです。まずその2月20日のワンマンのライブのですね、チケットご予約もまだまだ受け付けております。と、あ、1月23日チケットもまだあります。お昼ですが、で、3月7日も予約お願いしますぜひ。本当にめちゃくちゃ広いんで、あのマウントレニアホール、まあ、3000円で入れるっていうことはめったにないようなすごい箱なんで、はい、嬉しいよ。映画館、本当に映画館だったので、席がすごいゆったりしてて、ステージも広くて、天井すっごい高いですよ。9メーター、5メーター、2階席あるし、アリーナー2階席アリーナないからそうですね鋭いツッコミ。アリーナと叫べるのでしょうか、私。そんな曲ないしね、叫べるような。アリーナーすってこういう場所が始まる。しっとりか。キャンプじゃあ、場所歌いまーす。じゃあ、場所歌います。本当に。今日は、皆さんありがとうございます。最後まで残ってくださって、そしてひとりスミスとペロさん、大塚さん、ありがとうございます。普段も仲良くしてくださっております。そして土曜日に出てきてくれた水川さん、ありがとうございますでは最後の曲です。居場所、ちょっと最近ショートバージョンでやっておりますが、それでそれで、では聴いてください。